たもん。うん、髪の毛切りに行ったんだけどさ、別にね、形を変えたわけじゃないの。長さもほとんど変わってない。ちょっとついて、ちょっと色を秋だから暗めにして、で前髪切ったぐらいなのよ。だから全然変わってない。ちょっと見て、あんたガシャばっか引いて、覚醒全然できないじゃんって思うじゃん。見て、ほら。ほらほら、これ、覚醒しました。土管覚醒終わりました。マックスになってます。大丈夫だね。うん、そしてですよ。見て、こっちもいけるの。集めたのよ、集めたの。録画用紙、今さら大丈夫だよね、肋間覚醒させまーす。なんかこの2体さ、集めるメダルが似てたからさ、なんか続けてやっちゃった方がいいかなと思って、戦い慣れしてる時に。うん。あ、火忘れた、ちょっと。聞こえなかった。くー、悔しい。悔しい。まあ、いっか。はい、ということで、いろいろ仕上がりましたとさ。今日やりたいのは、これ。伝説氷。うん。やるよね。やるよ。だって石203巻だもん。これが LR になるんでしょ？ちょっとね、いまいちね、よくわかってないんだけど。ベジータ。天使。なんて読むの？公敵種？なんて読むんだろう。まあさ、この、パッシブがどうとかさ、リーダースキルがどうとか、もうさ、もうよくわかってない、私は。分かってないから、とにかく欲しいっていうだけ。新しい LR だから欲しい。これも持ってない。この辺はいいとして。LR をいただきに行こうじゃないか。行こうじゃないか。最近ね、着々と LR が。でも私まだ何体あるんだろうな。めっちゃあると思う。考えたくもない。よし、ということで、引いていこうと思うよ。表おるよ。203個。10連かな。とりあえず10連。うん、多分20連すると思う。けど、とりあえず10連。行こう。お願いします。お願いします。ちゃんと育てるんでお願いします。録画用紙。録画用紙。行こう。お願い。私は演出を見てもわからない人です。コリディ、終わりだ。いえ。あ、なんかあんじゃない？あーっつったとこでなんだかわかんないけど。1体目。2体目。3体目。4体目。あ、くっ。持てるよ。ボちゃん持てるよ。6体目？わかんなくなっちゃった。7体目？なんかした。あ！あ！え、待って、これ育ててないけど、2体目なんじゃない？え？わかんない、わかんないけどやった。わかんない、7体目、8体目かな？やった。9体目？次が最後かな？降臨してんじゃないこれ。10体目。違った。次が10体目だった。10体目。はい。これはいい。これはいいや。うん。待って。ちょっと待って。持ってないかもしれん。持ってなかった。やった。持ってないじゃん。私何と勘違いしたんだろう。やった。超嬉しいんだけど。待って、超嬉しいんだけど。え、やばい。やばくない？やった。神次元もある、ポタラもある。時空を超えし者もある。最高じゃないですか。ありがとうございます。やった、どうしよう。もう10連いっちゃおうかな。え、なんか来るかな、新しく。まあ、いっか、来ても。行こう。伝説を降臨させようじゃないか。録画用紙2回目。録画用紙2回目。OK。調子こいて行っちゃいます。そして、爆死するのは分かっております。いっちか、ぼっちか、行ってこい。
これはダメか。やんなきゃよかったパターンだね。でもいいいいいい。パリーン、バイバイ。1体目。2体目。3体目。お、かわいいね。持ってるよ。4体目。5体目。6体目。ちょっとこれまずいね。7体目。これやばいやつじゃん。8体目。9体目。これはまずい。これはやっちまってんな。これはやっちまってる。まあ、いっか、さっきよかったしね。10体目。わ、これはわからん。これは持ってるなぁ、多分。あ、持ってる持ってる。見たことある。はーい。爆死しました。まあいいさ。まあいいさ、まあいいさ。1体目でさ、1体目じゃない。1体目でこれ出てるから、良きでしょう。十分良きでしょう。育てるのは大変なのかな？うん。うんうん。頑張ろう。悩むよね。どれからさ、覚醒させればいいのか。はい。ということでね、石103個になっちゃいました。うん。近々なんか別のイベント来ませんように今来てもできないぞ。ということで本日は伝説降臨引いてちゃんと伝説降臨してくれました。そんな日しっかり覚醒させたいと思います。ということでほな、うんうん、登録だ登録だ、チャンネル登録してほしい、お願いだお願いだ、チャンネル登録してください。